のさ、もう本当に練習会終わった後の懇親会楽しくてさ、もうザーッと飲むんだね。やべえな、俺。あ、そうそうそう。今日ね、何個か発表しようと思ったことがあって、まずやっぱりタイヤファイトだよね。タイヤ。タイヤファイトね、今来てるから。すごい来てると思う。誰だったっけ、あの朝倉兄弟もやってくれてるし、まあ朝倉未来会、あと白川陸斗くんかな、これもライジンの選手でしょ、あのやってくれてて、まあすごいアクセス上がってるみたいだね。で、これ実は4月30日が会社の決算だったんだよね。で、あのコロナ禍でね、あの俺しばらくちょっと YouTube とかあといろいろやらなかったのも、あの試合とかもしなかったのも、スポンサーって約束したんだよね。このコロナ禍で、あのジムの最高売上っていうのを上げるということを確約して、それに向かってやってたんだよ、ずっと。そして僕の目標通り、このコロナ禍でキングダムジム、ネットワークジム最高売上を上げました。おめでとうございます。というわけでね、4月30日をまあ終わって、決算終わって、でそれでゴールデンウィークあってちょっと休んで、2日ぐらい1日半ぐらい休んだかな、ちょっと海行ったりしてね、ちょっと休んで、まあ、仕事ほとんどやってたんだけど、もうパーソナルとかがもう本当に俺20人ぐらい見てんだけど、もう本当に ありがたいことに一般会員もどんどん入ってきてくれて、本当にありがたい。まあこのコロナ禍でね、最高売上を上げるっていうのが俺の中の何て言うのかな、目標っていうかけじめ、うん、コロナに対する俺の落とし前っていうかけじめだよね。まあそれでね、また行ったので、まあ、連休明けに実はね、もともとやろうと思ってたタイヤファイトの商標登録にね行きました。まあ動画出てるけどね、商標登録に行って、うん、見事そちらも商標申請通りました。おめでとうございます。って言ってもね、まあ僕の中では、タイヤファイトの商標取ろうが何しようが、俺もうタイヤファイトどん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 普及したいのよ。いろんな人にやってほしいし、で朝倉選手とか、ね、兄弟とか白川選手とか、もう白川陸斗君なんてもうあれだよね、逆にタイヤファイトっていうのをちゃんとね、名前白川陸斗選手だね、君じゃなくてね、選手は本当に歌舞伎町のど真ん中でタイヤファイトとかやってくれてて、もともとタイヤファイトって草原とかそういうところでやるとか、土俵とかあと公園でもどこでもできる、タイヤ一つでできる、タイヤとグローブがあればできるってコンテンツなので、コンセプト通りにねやってくれてると思うし、まあうちムービースターっていうタイヤファイト伝道師っていうのが いるんだけど、もう逆にもう白川選手が新タイヤファイト伝道師みたいなもんだよね。彼がずっと広げてくれてるし、まあ感謝してます。でそこでだ、タイヤファイトの新しい発表をします。実はね、タイヤファイトもう取材というか撮影撮り終えたんだけど、3人のまあ階級がね、タイヤファイトで無差別80以下60以下って3階級に分かれるんだけど、その3人ね、その3階級にタイヤの神、タイヤゴッドっていうのを作りました。でそのタイヤゴッドっていうのは賞金首ね、要は賞金首、それで募集しますので、試合したい人とか挑戦者、タイヤファイターっていうんだけど挑戦者を求むっていうことで記事が出ます。でそれに合わせて募集要項も送りましたの でタイヤファイトの記事が出た時に募集っていうこともスタートしますので、もう要はタイヤ神ね、タイヤゴッドか、タイヤゴッドを倒し、もちろんギャランティーっていうのも支払いますけど、まあ、タイヤファイト今回から90秒かける2ラウンドっていうことになります。30秒休憩ということで、で合計3分、戦う時間3分、
だからうちプロ選手に至っては規定としてどんなにメジャーな選手でも悪いんだけど1分1万、つまり3万ね1試合。これはもうタイヤファイトっていう新競技なので、どんな有名なあの選手が来ようと誰でも、うん、誰でもその金額一緒ね。その代わり一つ、ね、スポンサーと話してるアイデアとしてね、懸賞金制度、あのお相撲さんの懸賞金あるじゃない、まあ、タイヤファイトって、まあ、パンチで押し出すことは OK なのでタイヤアウトっていうんだけど、それ2回で負けになるんだけど、そのね懸賞金みたいに、スポンサーロゴがねくる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 タイヤの周りを回って勝った選手に2万円入ります。2万円で、勝った選手が2万円で、スポンサーは1本6万なのね。で、持ってきた人に例えば選手が持ってくる、そしたらその時点で2万払います。で、協会とか、まあ、うちのタイヤ協会に2万入るわけね。で、残りに2万は勝利した選手に入る。だからもし選手が、連れてきたとする、スポンサーを、そしたら勝ってしまえば4万入るわけ。で、それが10本あれば40万と、そういった懸賞金制度、今ね、某格闘技メーカー様にお願いして、そちらの方も設計というか、あのね、制作の方も依頼してる途中です。で、タイヤファイトの、試合7月のね31日にここの赤いケージ、立川コロッセオで第1回大会やります。あのファイティングディスコっていう大会なんですけど、これはちょっと意味があって、これからやっていく意味っていうのがあるので、これはどんどん、ね、広めていくのでね、また後日そっちの方は詳しいことは詳細は、送りますので送って、ね、とりあえず7月31日タイヤファイトね、ここで第1回のタイヤファイトのみのね大会ということになってて、初の大会でね、今まで格闘技のイベントの中でやってたんですけど、タイヤファイトの大会として、まあ第1回、タイヤファイト T0001 っていうあのタイトルでタイヤゴッド降臨っていう大会やりますので、どしどし出てきてください。もう もちろんね、もうここでね、逆に面白いと思えばね、 YouTube 撮り放題なんで、朝倉兄弟さんとか白川陸人選手とか、まあ僕が勝手に新タイヤファイト伝統師って言ってるんだけど、この選手とか他にもね、いい選手出てきてくれたらね、本当に盛り上がると思うんで、